こんにちは、速稼塾のコブです。オルドロが昨日届いて、いろいろとね、設定をいじってみたりとか、アプリをダウンロードしてやってみたんですけども、これね、すごくいいのは、ここに映ってる映像がリアルタイムでスマホに、まあ、反映されることなんですよ。ですので、こちらの画面を見ながら、自分がね、撮ってるところを確認することができます。特に近距離だと、自分の目線とこの目線っていうのはずれるんですよ、この分だけ。遠くの分はね、いいんですけども、近くの方ずれるんで、ちょっとだけこっちに傾けないと、カメラ目線にならなくなっちゃうんですよ。この辺も考えながら今日はね2つの映像を撮ってみました。1つは私のねヤマト君にヨーグルトを食べてもらってるところですね。これ非常によく撮れたと思います。もう1つは抱きかかえてわーっとねこうやって高い高いをやってるところが今まで撮影できなかったんですけども、これフリーハンドで撮影できるんで高い高いやりながら撮れたわけなんですよ。こちらの2つの映像をねお届けしたいと思います。じゃあどうぞ。じゃあまずねヨーグルト食べてもらうところなんですけども、若干視線が合わないところがあるか、あ大丈夫ですね、合ってきましたね。これだと本当に自分が見ているような目線で撮影できてると思うんですよ。でやりやすいですね。で右側の方にちょっとね、ミラリングした画面の方映ってます。あれをチラチラ横目で見ながら撮影してるわけなんですけどね、なかなかいいように撮れてる気がしませんか。これ貴重な映像として記録に残せるなと思います。こうやってね両手が開くのがやっぱりいいですよね。はい、あーんしてくださいっていうみたいな感じです。それではね次はあと高い高いしてる映像に切り替えます。はい、じゃあ高い高いをする映像なんですけども、ちょっとねオルドロが目のところにあるんでちょっとだけ目線を傾けながらねミラーリングした画像を見ながらです。はい、これで正面になりましたね。あ、いい笑顔だなと。あ、ちょっと泣き始めたかもしれません。はい、天井に向かって高い高いやってもこのように画面も綺麗ですよね。で滑らかな映像の移り変わりです。だからカクカクってなんないでしょ。だからこれが 4K の力だと思うんですよ。色もしっかり出てますしね。だからこれが永遠の映像として残るのありがたいなと思うのと同時に、こうやって子育てにも使えるんですけども、ドライブ動画とかもねこれ楽しみだなと思いますね。私のナイト2000乗って、今まで撮影がちょっと難しかったんですけども、それがねこの目線のカメラでできるんだったら手元を映しながらね、もうすでにハンディカムとか持たなくていいっていうこの楽さですよね。それからスマホに反映されるんで、どんな実際に撮影されたのか分かるところもいいなと思ってます。はい、こうやって地上に置いて終わりになります。はい、こんな感じでね、ほらすごい簡単でしょ。いいと思いますよこれ。はい、それでここに映っていただくことです。はい、ということでオルドロ非常に使い方簡単でした。でここのレンズが傷まないようにフィルムもね別売りで600円とか700円ぐらいであったんで、今購入してここにペタッと貼ろうかなと思うところですね。で日本語で案内が出るのも助かります。なんかね日本語をやっと話してる女性の方みたいな、なんか片言の方なんですけども、まあまあ日本のユーザーさんに配慮されていてすごくいいなと思いました。これでね 4K で64GB 撮れて、これ価格がね2万5000円ぐらいだったと思うんですよ。リモコン付きで、リモコンがなしのバージョンだったら2万1000円から2万2000円ぐらいと非常にお求めやすくなっておりますんでね、実は私もねリモコンありなしにしようかなどうしようかなって悩んだんですけど、リモコンありにしてみました。ただこれねスマホと連動するんでリモコン必要ないかもしれないですね。ということでございます。それではもう全ての操作はこっちでできますんでね、以上でございます。ありがとうございました。